どうも皆さん、しののめです。お渡し系エルデンリングの方、今回もやっていきたいと思います。で、今、現在いる場所、ここですね。レアルカリア学院の正門前に来ています。今日はね、レアルカリア学院の攻略からね、やっていきます。まあ、ここで欲しいものは特にないので、さっさと駆け抜けて、ナダゴンの赤狼のところまで行っちゃいましょうか。あそこにいる魔術師も、しっかり避けて、ちょっと待って、攻撃する隙間がない。おい、ふざけんな。うわきちい。ここきついぞ。これ突破できるか、やばいぞ、ここ。え、もうこんなのガン無視するしかなくない？ちょっとマジできついよ。開けろ。今無敵中だから、開けてもろて、まあ一旦これ開けるとこまで行ったらいいんじゃない。ですかさず扉の奥に入り、ここで向かうと、じゃあ怖すぎる、いけ、ダメか、扉が厄介だな。いけ、あ、いかね、競争の方がいいか。ちょっとあいつにロックオンして、うわ、くそ、キチ無視するか、無視しちゃおう、無視してこちら倒そう、まあ、当然ワンパンと、ワンパンだけど危なすぎる、間に合え、あ、くそ、いや、きち、これ困ったな、一回抜けて、で人形兵と個別に戦っていく、えい、えい、オッケー、で祝福まで、よしよし、オッケー、ようやくここまでたどり着けた、これで俺の勝ちや、怖すぎるここ。さてさて、一難去ってまた一難、ここ犬とかいるんだよね、犬とか、あの、なんて言えばいいんだろう、こちら泥人なのかな、土から出てくるし、こういう奴らの攻撃をいなしつつ、次の祝福まで走り切らなければいけない。この辺に欲しいアイテムは特になかったはずなので、まあ、走っちゃっていいでしょう。いけいけいけ。うわ、逃げろ。この辺から犬がやばい。あそこのエレベーターにジャンプして飛び乗れれば俺の勝ち。危ない！来てる！危ねえ！オッケーオッケー。おいおいおい。わあ、来てる！ちょっと！危ない！危ない。せっかくもうここまで逃げ込んだから煽ろうと思ったのに飛び乗ってきやがった。ビビった、危ねえ。ここにいるやつらあれだね、やっぱり魔法の魔術の本山な、総本山なだけあって、魔力攻撃力っていうか防御力かすごい高いね。全然表層が通らない。他の敵なら500くらい入るところ、こいつらにはそんなに入らないもんね。きっちいな。うわ、まずい、3人もいる。3人は多くないか、無限に撃ってくるし。いやや、りすぎでしょ、やりすぎじゃない、やりすぎだよこれ、どうすんだよこれ。こいつらバックスタブで刈り取っちゃって、間に合え、危ねえ、危ない危ない、
怖すぎる。杖ありがたいね。いずれ使うかもしれないから。さて、ここだよね、問題は。そこ、壺もいるしね。地名でワンパンできないのが、本当に、きつい。うわ、待って、4人目もいるのか。これ、やばいぞ。これ、やべえぞ。これ、どうすっかな。相当まずいぞ。あれ、一人だけ気づいた。怖い、こいつら。うわー、そこ届く。マジかよ。最悪すぎる。あの左のやつにから狙撃されない位置に立って、この辺か。うわー、まずい、気づかれた。いやー、終わりだな、これ。これはもう終わり。避けろ。あー、ナイス。いける、まだいける、まだいける、まだいける。ここ当たんないんじゃない。ここアンチ。あ、アンチ発見。アンチ発見したはいいけど。ほら、おいぞ。うわ、まずい。ほら、いいぞ。ほら、オッケー、ナイス。ナイスナイスナイス。いや、でも今作れないな、もう。ちょっと合間を縫って、うわ、よいしょ。あ、くそ、壁が、柱が邪魔すぎる。あー、まずい。あれ、なんか壺の方に当たっちゃった。壺の方に当たったぞ。よしよしよし。まあ、オッケーオッケーオッケー。あいつはもう近接で倒した方がいいか。はいはいはい、オッケー。あと一人いるよね。間に合え。オッケー。ようやく抜けた。まあ一応取っておきたかったんだよね、この辺。儀式壺とか。あとは、ここだっけ？あ、違うか。もう一個スクロールあるよな。それも取っておきたかったんだよな。そのためにはあいつを倒さなきゃいけないね。届かない。うわ、怖い。もう抜けれないぞ、ここ。はいはい、あいと、まずあの飛ばしてくるやつをさっさと倒さないと。よし、オッケーオッケー。はいはい、え、まだ生きてる。あぶねー。あとは両サイドにいる。こっちはいない。あとあいつだけ。こいつもサクッと。オッケー。オッケーオッケー。超えたー。これで、こっちだったかな。ここにスクロール2つくらいなかったっけ。ほうき星。ほうき星は使えないのかな。なんぼだろ、知力要求。まあでも、結構重いからな、ほうき星とか。初期レベルじゃちょっと運用ができないか。魔術師9だっけ。うんうんうん。こんなもんかな。あれ、スクロールもう一個くらいあったような記憶だったけど、勘違いか。よし、じゃあ、取るもん取ったんで、ラダゴンの赤狼戦やっていきましょうか。
いやー、これどうだろうね。きついような気がしてますよ。攻撃が速い敵全般きついと思うんだよね。まあ、ただ体力が低いのが救いかな。うわ、怖すぎる。狙うべき攻撃はどこだろう。いつ狙えばいい。ここか。いいぞ。ここもか。いけ。オッケーオッケーオッケー。火力高いからいいね。ここもいける。いいぞ。ちょっと FP 回復しとこう。FP 回復しとこう。これがね、嫌だよね。うわー、くそ、誘われた。まあでもいけるんじゃないか。これ3発でこれだよね。5発か。5発当てれば勝てる。5発で勝てんの、すごっ。さあ2戦目やっていきましょう。この辺から当たる。 OK。 うわ、怖い。何それ。ああ、それか。びっくり。それがどんくらいの飛距離なのか分かんないけど。オッケーオッケー。怖え。うわ、それがね、その普通の噛みつきがね、早すぎるよな。やっぱりあれを完璧にいなせないと俺に勝ちはないね。はい、じゃあ若干ね、作戦変更。盾持ってきました。で、基本縦受けしながら、あの噛みつきをね、対策していこうということですね。で、戦技は、戦技なしつけたので、片手でね、表層も使えますよと。こんな感じでやっていきたいと思います。3戦目。基本縦構えといて、ま、いけそうな時は、打っちゃうと。お、避けるね。それいいよ。それたやすい。うわぁ！ま、さすがに正面は、正面はまずいか。ちょっと避けないとな。5戦目。1戦目が一番惜しかったな、今までだと。ちょっとハマっちゃってるか。あれはしっかり距離取って避けて、この距離なら OK だな。避けて、危ねえ。離れましょう。ここもいいね。避けて、避けて。あ、もうそれ無属性だから普通に受けれるんだ。なるほどな。オッケーオッケー。あ、そんなに離れられるとちょっと当たりませんね。よいしょよいしょ。うわー、その噛みつきと一緒に危険が飛んでくるやつね、マジで強いわ。火力動向じゃなくて、うわー、そのコンボ今のどうすればよかったんだ。前に出ればよかったのか。キッズ即死コンボです、今の。バウ。ああ、マジか。バウ。いいよ、今のいい盾受けだけど。うわあ、ディレイに駆られる。37戦目。ガン攻めスタイルでさっさと終わらせるのが吉と見た。いくぞ。はい、64戦目。せい。当たらんね。よいしょ。いいよ。バウ。行ってくる。ここで一発。あ、いいね。いいよ。出れてますね。あ、出れてますね。一回回復して。撃て。ああ、避けられるか。でもいいよ。うわ、ダウン取れた。よっしゃやったー、やったー、やっと倒せたー。ダウン取れたなー。俺ラダゴンの赤狼でダウン取れたの初めてかも。いつもダウン取る前にやっちゃうからな。やっと、あんな感じになるんだな、ダウン取ると。
よし、なんとか64戦目でラダゴンの赤狼撃破と。1時間半くらいかかったかな。いやー大変だった。よし、じゃあまあ今日は、今回はこの辺にしときますか。次回はあれですね、満月の女王レナラやっていきたいと思います。まあやつはかなり魔法耐性高いので、ちょっとそこの対策もね考えながらやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは今回の動画はここまで。また次回お楽しみに。バイバイ。おい、邪魔だよこれ。